ミナスの陰謀は1788年から1789年にかけてポルトガル統治下のブラジル植民地で計画された反乱である。ポンバル港がポルトガル本国で国政を掌握していた18世紀後半にブラジルの輸出経済は大きく発展するが同時に社会の矛盾も顕著になっていった。ポンバルコが失脚した後も彼の経済政策は継承されるが ポルトガル本国本位の方針は、より顕著になる。ブラジルの金、ダイヤモンド産出量の減少に対して、ポルトガル王室は金に対する徴税の強行、密貿易の取締り強化、食肉、穀物などに課する消費税の増額といった形で、財政赤字の補填を試みた。1783年に、金の密輸取締りのために、クニャメネゼスが、 ミナスジェライス長官に任命されるが、汚職に走るメネゼスは、激しい非難を浴びた。1785年に、ブラジルでの新規の工場の設立、既存の工場の創業を禁止する勅令が、本国から出されると、繊維産業に携わっていた、ミナスジェライスの企業家たちは打撃を受ける。1788年7月に、ポルトガル本国は、メネゼスに変えて、 ルイスでメンドンサを新たな長官に任命する。ミナスでは、金の枯渇、当地に不満を抱く植民地の反抗によって、金と税が滞納されていたため、メンドンサは税の強制徴収を発表するが、鉱山主だけでなくミナスの全住民が徴収の対象とされ、彼らを破滅に追いやるほどの徴収額が算出された。本国本位の政策に、ビラリカのエリート層は強く反発し、 彼らの中からポルトガルからの分離独立を企てる、集団が現れる。反乱の参加者が制定した国旗ミナスジェライス周期、メンドンサの政策に対して、チラデンテス、ミナスの隆起兵隊長、フレイレで、アンドラーで、シンプロリン、シンプトレド、大農場主で詩人でもある、アルバレンガペイショット、軍隊長の息子、ジョゼ・マシエルらは、会合を開いて、植民地政府への反乱。 ブラジルの独立を計画した。反乱の参加者の大半は植民地のエリート層が占めていたが、チラデンテスは彼らと異なり、非エリート層に属していた。1788年末にアンドラーデの自宅で2回に渡る会合が開かれ、ミナスでの放棄、リオデジャネーロ、サンパウロとの共同作戦が検討された。やがて反乱の参加者は現地のエリート層の支持を取り付け、 1789年のデラマ徴収の日に放棄を起こすことを取り決めた。反乱者はサンジョアンデルレイを将来の首都に定め、ビラリカへの大学の設置、民兵の編成、火薬工場と造兵局の設立を期としたが、奴隷制度の廃止は見送られた。そして、ローマの詩人、ヴェルギリウスの死、エクロガエから借用した、たとえ遅れても、 自由をというくと三角形をあしらった国旗の採用が決定された。なお、この旗は、後の1962年11月27日に、中央の三角形を赤色として、ミナスジェライス州の周期に制定されている。1789年3月、計画に加わっていた一人の鉱山主が、国庫からの借罪の減免の対価に植民地政府に、反乱の計画を密告する。 ジョアキン・シルベリオの密告を受け取った面倒さは、すべての参加者を捉えるため、デラマ長州の中止を命じた。一方、チラデンテスは反乱の支持者を獲得するために、リオに行き、チラデンテスを追って、リオに向かったシルベリオは、ブラジル副王、ルイスデ・バスコンセロスに、反乱の全容を報告する。植民地政府は、リオのチラデンテスの動向を監視し、チラデンテスは、バスコンセロスに、 監視の必要性を尋ね、パスポートの発給を求めたが、彼の要求は拒絶される。自分が危険な状況に置かれていることを悟った、チラデンテスは、友人の家に身を潜めるが、逮捕される。5月10日のチラデンテスの逮捕をきっかけに参加者は、一斉に摘発され、計画は、失敗に終わる。取り調べは3年に及び、1792年4月18日に、 判決が下された。チラデンテスをはじめとする11人に、公式刑が宣告され、残りの6人は流罪に処された。だが、判決が出される前に、判事たちは、マリア一世から出された、寛容の手紙を受け取っており、判決が出された、数時間後に、チラデンテスを除く10人に、流刑への減免が宣告された。1792年4月21日、 リオデジャネイロでチラデンテスの講師刑が執行される。政府は植民地を威圧するため一連隊を残して全てのリオの軍隊に処刑への参加を命じ、講師刑が執行される広場には多くの見物人が集まった。処刑場に向かうチラデンテスの後には多くの住民がついていき、死を恐れないチラデンテスの姿は民衆に感動を与えたと言われている。 チラデンティスの遺体は切り刻まれ、見せしめとして首はビラリカに他の部位はミナスとリオの間の道路に建てられた杭に吊るされて晒された。処刑されたチラデンティス反乱の根幹には自由主義思想、アメリカ合衆国の独立があり、植民地の上層が主要な担い手となっていた。当時のブラジルには高等教育機関が存在していなかったために、 富裕層の指定の大半はヨーロッパに留学し、当時のヨーロッパで流行していた自由主義思想の影響を受けた者が反乱に加わっていた。経済、社会基盤が奴隷制に支えられている植民地支配の構造上、植民地の独立にあたって奴隷制の廃止という問題の対処は避けられなかった。植民地の住民を威嚇するためにポルトガル王室が仕組んだ。 大掛かりな処刑は帰って反乱と参加者への共感を印象づけた。事件の名称であるインコンフィデンシアは、忠誠心の欠如、国王、国家の義務の不利行を意味する、否定的な意味合いを含む言葉であるが、後の時代まで使い続けられている。政府は、植民地の不満を和らげるためにデラマ聴衆の中止、塩の独占販売の廃止を決定するが、 植民地に芽生えた独立への欲求を抑えるには至らなかった。事件には否定的な評価が与えられていたが、1889年の共和国宣言後に評価は一転する。処刑されたチラデンテスはブラジル独立運動の先駆者として称賛され、彼が処刑された4月21日はブラジルの祝日に制定されている。ありがとうございます。